皆様こんにちは、山芋です。今日はちょっと更新が遅れておりましたが、エルネア王国の日々を始めていきたいと思います。パチャ祭りをやってる最中でちょっと停滞してたんですけども、でその後バトルアリーナのイベントもあったんですよね。でね、そのイベントはあまりできませんでした。ちょっとねバタバタしちゃってできなかったんですよ。ちょっとねちょっとだけでもやりたかったんですけどね、残念です。でもパチャの服はもう全部買い占めることができました。完璧です。ランキングも結構上位に行けたのでもう大満足です。で今日はなんかその時にもらった特別優待クーポンを使うのと、あとなんかパッチャーの手引きだっけ、お料理のやつ、あれをやってみたいと思います。でこれは今多分エドナちゃんに、どこ行くのエドナちゃん、なんかあんの今日、エドナちゃんに戦おうって言われて、で今ここで練習してました。120Bもかかるんです。前のなんか練習場のところは 30Bでよかったのに、あれもじゃあスルーだね。あ、ニーノちゃんに用事だったのかな。ニーノちゃんでニーノくん。そう、今ちょっと前にジャネットちゃんに髪を染められちゃったんですよ。まだ用があるの。今戦ったとこだよ。で今闘技場使ったじゃん。もう一回するの。また120円払うんだね。いいですよ。今日初めてここで戦ったな、ここで練習したなと思ったら2回目ですね。ちょっと一回こう消すと。なんかなかったことにされますよね。さあ戦おう、正々堂々。でもだいぶ強くなったんです。あ、これ今18って出てるやつ、あれなんだっけ、メダルで新しいやつ、なんかトレーニングメダルだ、それでゲットしたんですよね。一回使ってみたかったんです。で、もう戦ったからいいよね。で、このアイテムの中の特殊アイテムその他のとこかな、その他だったっけ、素材かな、素材の、あ、これだ、楽しいパチャ手引き、いろいろなパチャ料理のレシピが収められた本、これを多分宮田さんのところに持っていくと、おそらく何か新しい料理を作らないかって言われるはずなんですよね。でそれをちょっとやってみたいと思います。ちなみに今は197年の29日ですね。で来年になったら、4人目が生まれるはずです。生まれるんじゃない、4人目、3人目が動き出すので4人目を妊娠したいんです。まだ若いからもう一人いけるはずですよね、絶対。さあ話そう、ヨーガですね。あ、依頼あった。あら、なんだ、 和国の桜料理を届けよう、これやってなかったんですね。でも今楽しいパチャ料理を受けるんです、私は、モカちゃんは。楽しいパチャ料理の参考にできそうな本を持っていたら譲ってもらえないかしら。あ、持ってます、任せてください、頑張ってねって。あ、パチャ祭りは楽しんでもらえたかしら。楽しみました、おかげさまで料理の評判も良くてパチャの宣伝としては大成功だったわ。そこでせっかくだからもう少しパチャ料理を作ってみようと思うんだけど、もしレシピの参考にできそうな料理の本とか持ってたら譲ってもらえないかしら。今言ったじゃん、譲ったよ。わお、これを渡すとこの3つの何かがもらえるんだね。パチャプリン、パチャパイ、丸ごとパチャグラタン、了解でございます。ん、あ、今もらったから作れるようになったってことかな。そうだよね、きっと。え、違う。あ、作ってた、持ってたからか、報告できるってこと？もう分かんない、まあ、とりあえず報告しよう。報酬パチャプリン、パチャパイ、丸ごとパチャグラタン。あ、違う、今本渡したからってことか。でこれができるようになったってこと？続けて、あ、これよく分かんないんだけど、皇帝の桜虫、皇帝持ってたはずなんだけどな。これは面白そうなパチャ料理が作れそうな気がするわ。グリーンアネモネね、はい、名前つけたんですよね。そうです、思い出した、桜の苗もらえるんだって、すごい、
桜大好きです、で報告しようだからよくわかんないけどサクサク進んでるよ桜の苗もらえるんだね。あちなみに今の服装、あっとどうしたの、変えたの、ずっとハロウィンだったから変えたのちなみにかぼちゃは2個もらいました。よし似合ってるってありがとうございます。髪の毛緑にしたいんだけど、まあいいや。あ、びっくりした。え、さっきも会話しなかったっけ、この会話。ニノ君、今日結構しつこめですね。ちょっとそんなに好きなの私のことみたいなね。何しようとしたっけ、そうだ。ちょっとここ。あ、できた。ちょっとここで、こんなとこですがですが、仕立て屋さんのこのクーポンですね。特別優待クーポンがあるので、こんなとこですが使います。イエーイ来ました、ほー、なんだなんだ、なになに、あ、かわいい子供仕立て屋ラベンダー。ちょっと今また大きい声出したからマイク割れてますかね、まだね確認しないとわかんないんですけどね。ちょっとねマイクがねあまりそこまでいいものじゃないんで割れたらごめんなさい仕立て屋の仕事着をイメージした衣装、これ超かわいいですね。これ新作ですか、そうでもないのかな、すごいかわいい。あ、ちょっと変わってますね前とね、すごい。あ、なんかねアップデートが入ったのか新しく変わったことがあるんですよ、それを皆さんにお見せしたい。あ、寒いね姉もねちゃん、私の家の農地が変わりました、アップデートして変わりました。いつの段階のアップデートなのかは本当にわからないんですが、全然大したことないって言ったら大したことがないんですけど、あ、家に帰っちゃうかな、あ、家に帰っちゃうね、これはダメなんですよ。あのうちの家にあの畑があるので、この郊外の邸宅がね、あのご自宅の方はあの農地としてここを認識されるパターンがあるんですよ。で、あ、たまにちゃんと農地に行くんですけども、行かない時があるので、そういう時もあの農地の近くまでテクテク歩いていきまして、あの足が速くなるアンクルトとかつけてないので、そういう時はあの近くまで行って農地ボタンを押すと必ず農地に行ってくれますね。ちょっと待ってくださいね、こうちょっと遠目にします。で、いつも私農地の B のここ、ね、農場 B なんですよ。で、いつもこの左側から右側に行くんですね。何してるの、何しようかなそうだね、宮原さんにさっきね言ったんだけどね、メルビンのせいで忘れちゃったりし左から右にこう行くんですよ。でもなぜか農地に入るとなぜか左向いてるんです、右に向いてないんですよ。左側から入るっていうあれだったんですけど、見てください、ちゃんと左から右にこう農地に入れるんですよ、すごくないですか。で、いつも入ったらちょっとこう歩いて、髪染めた、染めたんだよ、そのさっきね、ジャネットちゃんに染められたの。でもですよ、あの入ったとこのマップの左上が山芋家の あのお墓じゃない農地だったんですけど、ニノ君今日3回目で、しかも断らないからね、一緒に帰ろうそう、左上だったんですけども、やっぱりあの通路入って一番遠い場所っていうのがね、多分あの山芋家の農地だったので、左上から右上に農地が変わりました。めっちゃびっくりしましたね、一番初め入った時に、え、待って待って待ってってなったんですけども、間違えてなかったです。私バグで他の家の人の農地にも種が植えれるんじゃないかと思って、これやったんじゃねえと思ったんですけども、違いましたねそんなバグはないですはい、家に帰ってきましたね。ちょっと髪の毛緑に染めたいんだけどね、ただいまお買い、あ、チューしましたね。よし、で、カレンダー、家に帰ってきたらカレンダー、あ、明日誕生日だ、誕生日のあれお話を聞こう、ちゃんと出産予定日じゃないわ、彼の誕生日でいつだっけ9日が、ニルバーの誕生日なんですね。でニルバーくん、そう、収穫祭をレントンでやりたかったんだけど、でもやっぱりねちゃんとニルバーの大きくなったところを見届けたいので、
9か10か11でね、ちょっと頑張って子作りをしたいと思います。ニーノ君がね、なかなかその気にならないんですよね。3人目で気づきます。ニーノ君ね、そこまで積極的じゃない。ダメですね、それはね、いけません。もう、ね、時間がないんですよ。もう私はもうレントン塗り移らないといけないんでね。さあ寝ればミルクですよ。飲むかな、飲まない、あの飲んだね。あ、今レベルが上がった。ニルバは多分一番弱いです。子供3人の中で一番弱いまだ30代だもんね。ちょっとこれはせめて40代まで頑張ってあげなければいけませんね。さあ寝てしまおう。寝てしまって、で、髪の毛を緑にして、ニノ君の横でね、子供が帰ってきてない子供どうせ迎えに行った方がいいかな。あ、帰ってきた。え、待って、あれ違う、じゃ違う、うちのレント何してる、レント今どこだ、違う違う違う、もう、あ、ちゃんと家にいるね。この前朝になってもずっとレントンがあの小道に、あの森の小道だっけ、え、お小遣い、え、ないのお金、ちょっと待って、この前あげたよ、45便しかない、ご飯あげてなかったから、ごめんね、ちょっと待って、なんかご飯あげよう、違うよ、なんかご飯、なんかいっぱいいっぱいあるやつ、なんでもいいや、これいっぱい持ってるから、これ何、てっちり、これなんか強くなりそう、これ持っていけないよこれ、よかった、怖いよ、お金せびってきたよ。じゃあ寝よう、寝て、あ、いいね、ちゃんと久しぶりにニーノ君の横に寝た。ニーノ君結構ね、あの小煩悩なのかね、あ、今押しすぎて分かんなかった、あ、なんかいっぱい出ちゃった、なんか発生してる、いっぱい発生してる、いよいよもう OKOK 大事なことを読んでなかった気がする。あ、もういいよこれ、よし、ちゃんとねデータ保存しておいてもらわないと。なんか最近はね、あのダンジョンに行って途中で電源が切れてしまった場合でも途中からちゃんとできますね。前はできなくて、うわー、せっかく16まで行ったのに、あーっていう時があって悲しい思いをしたことがあります今何しようとしたっけ。そうだ、髪の毛を染めよう、髪の毛を染めます私、これだ、ちゃんとストックしてるんですよね。え、使った、あ、びっくりした、何も言わないからあ、ファコが40匹まで溜まってるな。これをなんとかもうちょっと増やしたい。あ、桜の木をもらったよね、あれ植えたいんだけどな、家に植えちゃおうか。あ、ピーチ美味しそう、これ食べよう。ご飯、私の誕生日だから、モカちゃんの誕生日だから、みんなに祝ってもらいますさあ祝ってもらいましょう。ちなみにね、ここでもキングマトラ釣れました皆さん家にいながらね、あの収穫祭楽しめますんでね。はい、エンペラーまで釣れます。モカジャンボじゃない、あのクジラみたいな大きいやつは、あ、びっくりした、あ、よかった、ちゃんと持ってたよね。たまにこうでなんか大事なものを食べてしまう時があるんです。いただきます。あ、モカ誕生日おめでとう、ありがとう、ニノ君ありがとう、あ、レントありがとう、あれもれも誕生日おめでとうございますって敬語使ってる、ここはポイントですね。レントは敬語使わないんですけど、あれもちゃん使うんです。でも今2人ともママって呼んでくれてるんですよ。これでニルバーがお袋って言ったらちょっとすごいショックですよね。お疲れ様、ちょっと待って、レントンとアネモネの性格、2人ともねいい性格してるんですよね。ほら、レントン落ち着いた性格のくせにあの敬語使えないんですよね。ちょっとこれ困ったものですね。アネモネちゃんはしなやかな魅力、素敵ですね。で、問題、ニルバ優柔不断怖いなぁ、おもちゃを上げ続けるしかないから、ね、あ、髪染めたの、あ、気づいてくれた、ニーノ君全然、ちょっと待って待って、前の色のイメージが強くて慣れるのに時間がかかりそう。金髪にしたのね、多分ね1日だけ、しかも地毛緑ですショックだよ、ちょっと。もうデザートに多分さっきもらったレシピがちゃんと入ってますね。パチャプリンとか
入ってますね。まあこれはまあ今作らなくてもいいので、どうしたの姉ちゃん、どうしたんだろう、何してるの。あ、食べてたんだね。ゆっくり食べる派なんだね。給食とか一番最後な人かな。何しようとしたっけ。そうそうそう、桜の苗木を植えようと思った。今もう本当やばい、ど忘れしますね。あ、そう、どやばいって言い過ぎてるんで、じゃあやっぱ日本人としてあまりやばいを言い過ぎると美しくないので、あまり言わないようにね頑張っていこうと思います。よし、アップで種をまきましょう。ありました、桜の苗木。な、結構持ってますね私。もうお金がなくなったらこれ全部売り、ね、売ってしまえばいいんですよね。さあ植えます。あ、かわいい。え、全部これがいい。え、めっちゃかわいいですね。あ、ちょっとやめて。あ、素敵、ピンクだ。ちょっと横のかぼちゃがね、ちょっと桜で圧迫されてますけども、これなんか昔のイベントでゲットしたんですかね。多分ね、この和の国のイベント私やった記憶がないので、多分ね前のイベントでしょうね。あ、ニーベスさんかわいい。染めたんです、ありがとう。ニーノ君はねダメって言ったの、すごいショックでした。はい、ではこんな感じで、あ、ペピだ、収穫しよう。ペピね、やっとゲットできましたね。ペピ、ペピ本当にミッションでいるんですよ。なのになかなかイベントで手に入らなく、しかも赤ペピになる確率が高すぎるんですよね。ね、たまにペピ2個の時もあるんですけどね。よし、あ、そうですね、あと乗り移る前に頑張って200年するって言っときながらまだならないんですよ。どれだ。まだなんな、あともうちょい、あともうちょいなんですよ私。ちなみにね、これこの熟練レベルっていうのが上がる方がいいのかな、よくわからないんですよね。武器によって多分この CP が変わるんですよね。それもねちょっとまだよくわかってない。カゴもね適当につけちゃってるんですよね。武器で、この武器が最近気づいたんです私。どれだ、バーニーちょっと待ってね。この売却とかいうのがあるんですよ。で、この月光石のこれとかだったら何個だ、あ、装備中だからダメだね。これとか4個と交換してくれるの、これだと1個でしょ。で、4個と交換してくれるんだって。そうするとこれ今すべて月光石で交換できるの今この6個しかないみたいですね。今持ってるのとこれがどっちが強いのかっていうんですね。で、これ防御力が高いんですよ。結構ですよ、防御力が高いのは結構いいですよね。なのでこれを頑張っていつかいつかこれをゲットしたいと思います。80個頑張ります。で、スキルも使っちゃったんですけども、本当はこの25個のやつ貯めようかなと思ったんですけど、これをゲットしちゃいましたね。なんか1個あのゲットすると消えてしまうんですね。これ結構スキルはたくさんありますよ。これなんか楽しいですね、こういうのも集めると。どんどん頑張っていこうと思います。みんな髪の色には反応いいね。え、やっぱみんな金髪が良かった。バーニー金髪だからでしょ、だから金髪にしろって言ってるんだよねきっとね。はい、なんか今日もベラベラ長々と喋ってしまいました。これからもエルニア頑張っていきますので、皆さんどうかよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。アミネちゃんなんかね臭くなってて、お風呂に行った方がいいね。さよなら、あ、違う、間違えてさよならってした。